イタリア王国はナポレオン戦争中の1805年から1814年にイタリア半島に存在した国家の一つナポレオン一世により設立されたイタリア中東部と北部を含み首都はミラノであった1807年のイタリア王国の領域イストリアダルマチア等を含む1805年3月18日プレスブルクの和訳とともにオーストリア帝国は ゴリツヤとベネト県を放棄した。ベネトはイタリア共和国に統合され、イタリア王国が作られることとなる。ナポレオン・ボナパルトは1804年にピウス7世により、退官され、元老院により、フランス皇帝と宣言された。イタリア共和国もイタリア王国に変えられ、ナポレオン自身がイタリア王となり、ミラノのドゥオーモの内部で1805年5月26日に退官した。 そして、ナポレオンを盲目的に信頼し、自身の政治的目的の追求を恐れない養子のウジェーヌ・ド・ボアルネがイタリア副王に任命された。1809年には、コリツヤとト,トリエスで、イストリア、ダルマツヤ、カッター・ロワンは王国から外され、リュブリアナを首都とするイジュリア州として、フランスの支配下となった。1814年に、ナポレオンの時代が終わると、 イタリア王国も終焉を迎える。1814年4月6日、ナポレオンは即座に退位を表明し、11日には、それが公認された。16日には、ボアルネは、オーストリアの元帥、ベッレガルデと休戦することを連絡し合い、王位は、ナポレオンの敗北から救われることができるのではないかと、期待した。月光した群衆が起こした死刑による、財務大臣、 ジュゼッペ・プリーナの死など、4月20日のミラノの無秩序の後、ボアルネはやはり住民の支持がないことを知った。人々は実際、それをフランスへの憎しみと同一視していた。ボアルネは4月26日に福王位を辞し、翌日に妻の故郷バイエルン王国に亡命して、イタリアを後にした。ナポレオンのイタリア王国は、このような終焉となった。ロンバルディアの鉄王冠。 ナポレオンがイタリア王の大漢字に使用したナポレオン時代40リラ硬貨1810年のイタリア。黄緑がイタリア王国。ありがとうございます。